拳は広げて繋ぐためにあるのではない。敵に対して振り下ろすためにあるのだ。パラレルガンジー把握。本日引いたのは陰陽師、メメントモリ、ローカエスを欲しいままにしている役職です。神みたく全てを見通すとまではいかないが、インポスターやジャッカルシェリフなどの切る役職を見通すことができる。事前に知っている情報が多い分ゲームメイクが重要になる役職ね。議論に備えてバーベルを持ち上げて体を鍛え上げます。暴力で解決しようとしてる。まあそりゃ言葉で解決しないときは仕方ないよな。私たちには何のために拳がついていると思ってるんだよ。殴るためではないのは明らか。体は鍛え上げたので次は食料を確保しに行きます。議論の発言力は強さと借りていたいものの多さに比例するぞ。現代ではありえないマウントの取り方というか、なんか一名ずっとついてきてますね。切る役職ではないようだから、まあ別に害はないからいいが、レイマリさんも生存系で死にたくない役職なのかもね。私の人望に引き寄せられているんでしょうね。それだけはない。まあでも式神任命はしばらく後でもいいですね。今回は切る起きても式神なしで白一入れる感じだしな。早くに任命するとサボを直せる人材が減るから微妙だ。ひとまず初手ターンは魚を2匹釣り上げたところで終了。タスクペースは好調。ちなみに本日は9人闇鍋村。さてでは高顔無知な切る役職どもを拝ませていただくとするか。みぞれさんとチャコさんがインポスター、あとラテさんがシェリフね。もはやインポスターよりシェリフを警戒した方が今である。インポスターより明らかに引き金が軽そうな人に渡ってますしね。まあそれは間違いない。ただあまり警戒して動かずにいてサボきたら困るし、ある程度は割り切ってタスクやりに動くぞ。次は後回しでとりあえず温室でキノコ拾いましょうか。通信上部温室と危険人物の姿を見てないので怖いですが、おそらく左側に湧いてるわね。まあ温室下を通れば多分すれ違うことはないだろう。インポスター二人が辻斬りに遭う前にタスクを終わらせなければ。割とすぐ死にそうな二人だったしな。いつもいつの間にか死んでるイメージ。試合時間短そうですし、安全より速度優先でいきましょうか。まあでもこのターンどうせすぐに通報入るけどな。辻斬りのセルフレポートが、通報される死体が私たちにならないことを祈りましょう。シェリフは式神にできないですからね。もう30秒は経過していますけど。お、通報じゃなくてボタンか。ということはラテさんはインポスター二人にやられたんでしょうか。犠牲者なし。闇鍋村シェリフで30秒経過したのにキルボタンを押してないだと。闇鍋に染まりすぎだよ。まあ私はタスクが進むだけなのでありがたいですけど。でもさすがにこのターンからは誰かは動いてくるだろうな。インポスターはタスク負けが脳裏にちらつき始めるからね。あ、やばい、シェリサーの姫。釣りしてる最中に戻ってキルしに来そう。あんたらラテさんに偏見ありすぎでしょ。日頃の行い定期。まあさすがに戻ってこられたら諦めるほかあるまい。今逆に動くと戻ってきた時フェイクタスクだと思われそうだしね。最悪釣った魚を盾に交渉しましょう。満足への対応。問題は交渉の席に作り性が残されているかどうか。というか何この魚。魚な。まあ頭ついてない方が食べやすいし、ある意味得かもしれん。メテオさん来たけどここまでまだキル起きてなかったですし、さすがに1キル見るまで式神作成は粘りましょうかね。今回も多分ラテさんとメテオさんの死に合わせれば白取れるしね。白1取れる状態で無理に式神作るのはリスクだからな。私が直せない分サボを直せる人員は多い方がいいです。ということで魚焼き続行。結構時間経ってるし右側でキル起きてそうね。私たち的にはシェリフが処理されていてくれると助かるが、イレギュラーが発生しにくいですからね。お、レポートではなく普通にボタンが入りますと。ふむ、無難に1キル。悪くない流れだ。ひなに言われたね。どこにいた。こにゃサボ来た時にスプラッシュゾーンあたりかな。左側にいたようだな。となるとちょっとめんどくさくなるかもね。八幡さんが展望直してて自分が通信でラテさんと直してるから無理。私も多分メテオさん視点しろもらえるんじゃないですかね。まあ先にキッチンいたからね。一応説明すると、私ラテさんにキッチンに置いていかれていて、魚釣りしてる時にメテオさんが来てそこから死人ある状態です。じゃあほぼメテオやないかい。いや、メテオさん以外も容疑者いるんじゃないかな。メテオさん白出し助け舟出しておきたいな。ここメテオさん釣れたらタスク間に合わず終わる可能性あるしね。メテオさん割と早くにキッチン来てたので、メテオさんは気力が短い役職じゃないと厳しいと思います。そうそう、俺は釣りしてたしな。あれ、チャコさんは展望いるんだっけ。いや、私は最後通信の扉を開けたところで終わってます。ドロップシップから向かってますね。じゃあチャコメテのどっちかか。いや、ラテさんちなみにまだ容疑者候補は残ってますよ。え、誰。一言も喋ってないけど、みぞれが普通に怪しいです。静かに息を潜めてたわね。戦略的科目。自分一応最後展望で八幡さんと会ってます。まあただ最後だから正直全然白は出せないよ。じゃあこれ無理なのがとりあえずメメラテレイマリ八幡ですかね。でウパさんは情報を出してるので白濃度高めと。ちなみにみぞれさんの経路はどんな感じになってる。自分は焚き火でウパさんと会ってから温室でタスクをやって、その後はしご上がって展望に向かってた感じです。そこら辺の時に誰かカフェ向かってる人いるんだよね。その人が犯人だと思うんだけど、だとするならメテオさんは普通に厳しそうな気がしますけどね。となるとチャコさんっぽいな。いやいや、私はカフェとか行ってないですよ。ウパさんとも会ってるじゃないですか。わからんから一旦スキップするか。そういえばみぞれさん途中まで何も喋ってなかったな。存在感完全に消してた。答えは沈黙。クラピカの理論を継承している。普段割と経路とかはすっと説明してるイメージあるし、今回は完全に確信犯でだんまり決め込んでたわね。沈黙のみぞれ。まあ意図的な科目は普通に戦略としてありです。私も自ら誘導しなくても都合いい時は基本黙ってますし、私たちがメテオさんに白出しして候補二択にしたから、このターンあたりでシェリフが動くかもな。魚は焼き終わったけど今から研究室は向かいたくないわね。めちゃんこしときたけど全員切る役職だから安心。今回で式神を作るのもありだが、まあもうここまで来たら試合終了が見えてきたタイミングでもいい。試合終了間近で誰か一人を勝ち馬に乗せてあげるとしますか。というかここに4人いたらリアクターは直らなさそうだが、全然みんなサボ直しに向かわなくて草。これが闇鍋村でたるみ切ったクルーたちの末路。あ、みぞれさん死んでる。これはおそらくシェリフが動いたのかな。通報してるのラテさんだしそうでしょうね。自分がシェリフでキルしました。みぞれさんがリアクター扉前であと1個が出ないとか言い始めたからキルした。ふふ。それは別にいいだろ。割とあるあるじゃん。絶対キルくためてると思ってた。一応候補は他にもいましたけど、どうします。最後1個が出ないの発言で自分の中ではみぞれさんで確定してる。普通にあるだろそんくらい。まあ私もみぞれさんで
起きてるような気はしますが、いやどうだろ、これさっきの容疑みぞれさんで起きてるのか。チャコさんまで釣っておくと安心っていうのはあるけどね。まずい、チャコさんまで釣られると試合が終わるぞ。私たちタスク終わってないし、ここで終わられると困るわね。でもそれなら私視点ウパさんも普通に怪しいですけど、まあ自分も情報出してるだけで候補ではあるからね。私はみぞれさんで起きてるってことでいいと思います。まあいいかみぞれさんで。ドラにならなくて助かった。1キルでしっかり両方ともヒットを1、2いるあたりプロ。ここまで来ると運以外に立ち回りも影響している気がします。延命はできたが、どちらにしろ寿命は長くなさそうだぞ。このターン中にしっかりタスクを終わらせとかないとね。もうそろそろ式神も作成しておきたいですが、次会った人適当に式神に任命するとするか、他の第三陣営ケアできるし作っといた方がお得。果たして誰が沈みゆく泥船から救い上げられるのか。3000円から交渉受け付けてます。儲けようとするな。ウパさん来たし、ウパさんでいいか。ここで研究室に駆けつけてくるのは持ってますね。授けましょう力を。あれめめさん、ここでタスクやってるってことはクルーか。まあそりゃ当然クルーメイトですよ。当然じゃないですか。当然じゃないですか。かっこ運用時1ミリも乱れず嘘をつく。あ、マジか。今賢者で能力使ってたから動けない賢者だったんですね。元クルーメイトか。まあどちらかというなら第三陣営の方が良かったが、良かったが、良かったが。じゃこう、なぜ二人いる現場に。おい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 、一体どういうお考えで。ダブルキラーとかかと思ったけど、そういうわけでもなかった。チャコさん、チャコさん、チャコさんなんだけど、なんで今切ったんですか。ためらいなき殺意。状況説明すると、研究室でウパさんと二人でタスクしてたら、唐突にチャコさんがベントから出てきて目の前でウパさんをキルしました。怖い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 。なんでそんなことを。ラバーズだと思って切りました。圧倒的勝利。さすが陰陽師。塗ってないのチャコさんだけだったのに。本当なら結構瀬戸際の勝負だったわね。それじゃ次の試合行くぞ。本日2試合目。構成は1試合目と同じ。おっとお前は変質者。ひなにぃだろ。この画面でひなにぃがいるということは、開幕段階で仲間がいる第3陣営はジャッカル陣営のみ。この時点でサイドキック含め最低3人は確定してる。素晴らしい状態。インポスターがキルするのを待ってから漁夫のりが安定だぜ。この編成の場合は早めにサイドキック作りたいですね。まあ私たちが死ぬ可能性もあるしね。ひなにぃが土地狂って速攻で波動砲を放つ危険性もある。仲間を増やせば当たる危険性も増すので抑制できるかもしれません。占い師しよう。伊達さん隠しろ役とだけ言っておきます。ほう、そこ2人は非インポスターと。あとあと使えるかもなので覚えておきましょう。あんたらも波動砲割と即打ちしてたけど、仲間がいない時は好きなタイミングで撃てるが、仲間が生存してる段階で初手打ちするのはリスクが高いぜ。まあ3人くらい消し飛ばしてくれるなら、正直全然撃ってもらってもいいですけど。3人消し飛ばしたら速攻で PP できるからね。ウサオさんにキノコで逃げられたから、他の人サイドキックするか。まあ焚き火あたりに行けば多分誰か見つかるでしょう。ただできればインポスター以外でサイドキックしたいところだけどね。インポスターはキルして釣られてくれた方がお得だからな。まあ最低でも1人は持っていってほしいですよね。お、焚き火前にメテオさん。サイドキックチャンス。近づいた瞬間ボタン入ると疑われそうですし、ナチュラルにサイドキックできる瞬間を探して待ちます。あ、みぞれさん、みぞれさん、みぞれさん、同じこと考えてた。先に犬にされたな。あ、ひなにぃさん、仲良く行きましょうね。後でお話があります。裏切り者は許さなさそう。まあ私たちも単品陣営だから、お互い協力するしかないですよ。ここの3人は一連卓勝で行きましょう。あれ3人、おい、みぞれさんどういうことだ。ふふふふ、こっちもいろいろ察しました。私のために争わないで。あんたのためというよりあんたのせい。まあ仕方ないから一時休戦やね。陣営が変われど変わらない絆に涙。これが絆に見えるのなら、あんたの目は腐ってるわよ。私とひなにぃはずっともですよ。共に屋敷インポスターを打ち滅ぼしましょう。リアクターも治りましたし、ボタンを。って何やってんですか、ひなに。呪縛から解き放たれてて草。しかも普通にボタン入った。波動砲の音を出しただけ。波動砲最悪の瞬間。というか二人も死んでるぞ。おい、今波動砲鳴ったぞ。一旦波動砲はレイマリ、メテオブサオ、ウパパロンは無理。私は最後レイマリさんにミーティング左にいるの見られてますよね。メメ、ひなにとあたりが焚き火あたりがいなかったっけ。そこ3人否定入んないの。右側4人白出てる。臭いし、3白出すと潰されそうだな。兄にラインは繋げない方が吉ね。最後あたり離れたので白は出ません。まあ言うて結構厳しくない。直前までは一緒なので撃ってたらなかなかヤバくはありますね。右側4人の白って逆打ちとかはありえないの。あ、まあというかグサオさんとかはわかんないよ。というよりこれにキルを着てるわけですから、そっち詰めるべきかと。あ、まあそれはそうだね。オッケー、とりあえずメメヒナミゾは波動砲はともかくキルは無理です。キノコ踏んでたのってグサオさんだよね。なんでサボ直さず離れたの。ウパさんからさっきを感じた。いや、そこで直さないのはおかしいだろ。許せ。2キル容疑が浮かぶさめてだよね。まあそれで自分目線左側がメメミゾ、ヒナのジャッカルさんラインかな。メテオさん左側にいたけど、ラテチャコ見てないはずなので、仮にラインがあってもこの2キルは右側で起きてますし、さっき言った通り別に私たちはお互い白出し合ってませんよ。いや、まあ白は出してないけど誘導してるから。誘導も何も波動砲よりキルの話詰めるっていうのはみんな同意の上では。ウパさん役職しようどうぞ。霊媒師です。じゃあラテさんの役職は。あ、そういえばレイマリさんは占いでラテさんの役職見てたな。自宅警備員でした。ラテさんはドクターです。ウパさん釣りで。あ、違うんだ。うわ、やばい、これ自分にキルなんでまずい。お前にキルしてんのかよ。遺言言うと左側の人たちジャッカルラインだと思うから、マジでやばいと思う。メテグサが無理なのは本心だから。とりあ
あえずウパさんで間違いなく1インポスターは起きてますが、おそらくウパさんが2キルはしていないでしょうね。ま、当然ぐさめてのどちらかが1キル拾ってるだろうな。左側3人の役職は把握済みで非インポスターだし、おそらく右側の仲間をかばうために行ったんでしょうね。今現在6人でちぎりを結んでいるのは3人、投票で釣られることはおそらくないでしょう。ひなみが裏切りそうだったら告発するぞって言えばいいからな。告発されたら次のボタンで釣られるから裏切れないわけね。ま、それは当然私たち視点ひなみを吊るしても同じ状況なので、ある意味本当に一連卓勝ですね。とここでコミュサボか、向かう必要はないな。多分ひなみさん波動砲撃ちそうだしね。あ、行ってるそばから来た。しっかり避難します。ひなみが人数を削ってくれる分にワード。できればインポスターは吹き飛ばしておいてほしい。波動砲は展望狙いか。自爆までの時間が表示されてないからみぞれさんは生きてるわね。サクッと治らない当たり飛車は発生していそうなので、これひなみ切るしたら多分4人になってパブロフで PP いけますね。爆速で裏切ろうとしてる。まあ私たちはあくまで利害の一致による協力関係。心を通わせ合ったちぎりを結んだわけじゃないからな。利害の一致が消えた瞬間が今というだけです。機弁定期というかひなみ意外と見つからないな。どうせ次も左側から波動砲撃つと思ってたんですけどね。撃つには撃つでしょうけど次クール開けるまでは離れてるんでしょうね。うん、ひなみイベント使えるから割とめんどくさいな。外を歩き回っているひなみを切るしなければ。でまた波動砲ですか。壁にはいなかったからこの直線上は大丈夫そうだけど、いや普通に結構危ないぞ。もう完全バーサーカーモードに突入してる。ひなみを止めれるのは私たちしかいない。おそらく今は波動砲の脳汁で知能が低下している。このままではひなみも猿になっちまうぞ。言いたい放題で草。友達としてひなみは私がとどめを刺してあげないと。涙の決断。1ミリも感動要素がない。今頃ひなみはよだれを垂らしながら走り回っているはず。地面に残ったよだれの跡を追いましょう。えげつない風浪被害。まさか同陣営だったひなみが最後の敵になるなんてな。どうしてでしょう。なぜだかそんな気はしていました。その間も鳴り響くマウスの連打音。あ、ひなみ。涙の別れと新しい出会い。インポスターはひなみが処理していてくれたようだな。それじゃ次最後の試合行くわよ。本日最後の試合。あらかじめ言っておくが、副役職はアーソニストだ。視聴者からドキドキを奪っていく。まあ数秒でわかることだからな。しかもアーソニストじゃない。怖。ネタバレされたと思ったら実はネタバレされてなかったというギャップで楽しませようと思って。いらなすぎる気遣い。今回は孤独のジャッカル。メメントモリのジャッカルは辛抱遠慮の策を巡らすことに定評があります。ただの漁夫の利定期。まあ毎回インポスターが動いてからとか初動はどうとか適当話してるけど、実際やってることはただ後半までキルせず生きてるだけだからな。それを賢そうに聞こえるよう実況するのが実況者ってもんですよ。実況者舐めてるな。まあたまには初手に動き始めるムーブもいいんだがな。ただ最近ジャッカルはサイドキックとキルクが同期してますから、キルしてから即座にサイドキックとかができないんですよね。イビルハッカーとかでマットを作るときはキルしても即座に作れるし、ジャッカルもそこは設定を緩和してもいい気はするけどね。次回以降からそうするか。ということで今回はいつも通り漁夫のリルートだ。安心と安全の漁夫のリ。インポスターさんに頑張ってもらうとしましょう。私たちは最後キルボタンを一回押せばいいところまで待ちます。先回りに本質が出てると初手はリアクターが入った割に普通にボタンと犠牲者もなし。インポスターさんに動いてもらわないと困ります。主に私が。というかなんか知らんけどユビキタスのドローン置かれてんな。ちなみにユビキタスはガンマスさんらしいわよ。さっきの会議で言ってましたね。ということはガンマスさんの周りにいれば割と安心と。ダブルキラーとかがいない限りは大丈夫そうね。ガンマスが死んだら自分が通報してユビキタスになるわ。ナチュラル忘却者仕様。ガンマスさんが死んだら私が走り回ってドローンの代わりになります。どういう意図の発言。というかこれタスクもやらなきゃいけないのかよ。ドローンで遊ぶ暇ないやんけ。当然でしょそんなの。ほら早くタスクやりなさい。あれ現場監督、あんたもフェイクタスクやりなさいよ。闇鍋村はフェイクタスクなんてやらなくても釣られませんからね。まあ自宅警備員に忘却者にオポチュニストにたくさんいるからな。もう正直忘却者とオポチュニストは半分クルーマである。時々オポチュニストはニチャルのを阻止するためにやられてるけど。あら、カモフラージャー。キノコサゴの介護官との声が名高いインポスター役職だな。実際弱くはある。メメントモリ評価手足。弱い上にワクワクもない。冷たすぎる評価。そんなに言うなら抜いたら。それで闇鍋村から省くと追放系ラノベ小説みたいな展開になる可能性がありますからね。能力が弱すぎて闇鍋村から消されたインポスター。まさかの使い方が発明され最強役職に返り咲く。闇鍋村に帰ってきてと言われてももう遅い。あまりにも長すぎる。ちなみにさっき横でステップしてたのはひなみ。キカーモダとカモフラージュでも誰か分かっちゃうところが微妙ですね。そしてラテさんが死んでいると。キッチンで死体発見。レイマリじゃないの。え、今自分桟橋にいるんですけど。怪しすぎるだろ。いや自分占い師です。じゃ疑ってる八幡さん占ったら。というかまだ占ってなかったのかよ。八幡さんスペランカーです。え、八幡さん合ってるんですか。いや元忘却者ですけど違う役職もらってますよ。何の役職なの。フランケンシュタイン。なんとも言えないところだけどレイマリさんの容疑が消えるわけではないですね。八幡さんをベントの近くで走り回らせれば証明できます。それでお土産されたら困るし。うおうおうるせえ俺は神だ。全部わかってんだよこっちは。なんか出てきてくさ。全部言ってもいいんだぞ。おいなんか出てきた神がすぐに死んだぞ。絶対ビルゲッサーいるじゃん。じゃあもうこれ俺も死ぬじゃん。インポスター釣らないと負け確なので詰めましょうか。私とガンマスさんは白取り合ってます。ジャングルの下音質あたりまで行ってる。メテオ通信室直してる。自分は展望台でサボ直してます。じゃあひなみやん。いや俺普通のゲッサーな。どっからどう見てもマイケル梅太郎の方が怪しいだろ。八幡さん元忘却者だしレイマリさん撃たれた以上スペランカーでしょ。というかひなみよく考えれば下から保管庫合流しに来てましたよね。もう言い逃れはできませんよ。そうだそうだこれ以上誰も使用はしないぞ。ガンマス八幡ぐひなみさんはいいだろ。まあ現
長が死んだしとりあえずスキップ入れますか。なんか知らんけど一人どころか一気に5人も死んだぞ。あまりにも僕アド、忘却者スペランカー指揮たす神が死んでいるので、残る第3陣営は私のみ、村役職2人残りとインポスター1人残り確定ですね。となるとインポスターとの一騎打ちね、戦うと若干部が悪いから、このターン中にサイドキック作って会議で釣る方針でいきたい。インポスターをサイドキックにできたらその時点で試合終了。外しても会議でインポスターを吊るせば試合終了。それを外したとしても一応キルバトルに臨むことができます。このターン中にキルされる恐れはあるものの私たち有利って感じね。ふむ、メテオさんが通信室側を直しているようですが、メテオさんは会議中の反応的にインポスターっぽくないな。まあひな兄さんに結構ガツガツ言ってたからね。ということで展望側にいる人を仲間にすることとします。ちょうどコミャサボ直りましたね。展望側直してるのはミゾレモンか。よし、サイドキック完了。終わらないということは前さんがインポスターかしら。あれというか普通にキルくたまったままだな。サイドキックとクールが同期してると思いきや別でした。今のうちにキルできれば PP で勝ち確なのでキルしたい。残念ながらしっかりボタンに向かっていますと。さてうまいこと前後パスをするか。よし、とりあえずみんな役職使用しようか。まあイビルゲッサー死んでますもんね。私はスタントマンです。ナイス、赤ずきん使用。自宅警備員コスフォラスです。ランタン置いてあったっけ。音質の横あたりに置いてありますよ。今俺そこ通ったけどランタンなかったよ。いやいや、置きましたよ。これは元コスフォラスでサイドキックになったから消えたパターンか。よし、ミゾレモン釣るぞ。まあミゾレさんに灯籠が集まると困るので助け舟を出しますか。いや確かコスフォラスって置いた次のターン他の人から見えるので、このターン中に置いたってことじゃないですか。そうそう、そういうことです。それにわざわざコスフォラスなんて嘘つきませんよ。ミゾレモン怪しいけどな。とりあえずですけど私ひなに釣りにかかってたんで、インポスターは弾けません。まあメメさんとひな兄さんは別陣営っぽいってのは思った。仮に私が第3陣営でもインポスターは釣ってるわけで、今第3陣営ケアするよりインポスター吊るす盤面なので、どちらにしろ私に進行任せてよくないですか。あ、まあ別にメメさんの指定でいいよ。とりあえずメテオさんはボタン押してるし白っぽいですね。まあ俺サボ直してるしね。下側は前後パスが直したの。いや展望側は自分が直しました。私も展望行ってミゾレさんと会いましたけどキルされなかったので、ミゾレさん引きる役っぽいんですよね。悩みどころですけど前後パス釣りましょうか。オッケー。おいおい、自宅警備員だぞ。お手本のような漁夫乗り。無難オブ無難、合計ゼロキル。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。